邪魔。おはようございます。ムッシュはたぬきです。今日はちょっと目に見えたあれをやっていきたいと思います。用意するものはこちら、アルミホイルだけ。出していきます。とりあえずこれぐらいあれば大丈夫じゃない。ちなみにこれぐらい。俺の上半身くらいだね。シワシワを作る。そっから相手の瞳にします。そして開く。やる気のようにね、破けてよ。すごい破けてるけど、これ中にするから大丈夫だと思うけど、行ってみよう。丸めてきます。中の人、おっと、正常に優しくね。それを中に折り込んであげた方がいいと思う。これで そしてあとはひたすら丸める。中の人、穴が開いてる。気にしない。やっぱり言ってたよ。ちょっとガラスティーブンの上に雑誌持ってきました。こういうところで止める。それ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 、よいしょよいしょ。これちょっと体格差の問題なんで、もう一回の人にやってもらいます。押し付けるやつね。まんべんなくやっていくのがコツです。ある程度の割れならやっていくうちにまだどんくなることもあるけど、パクッと割れちゃったやつはやめた方がいいかもしれない。まだ先は長い。やりたいね。今度はゆっくりやります。なかなか丸まんないね。そんなこんなでやってきます。おっと、一気に寝ちゃってた。うわ、やばいやばい、カメラが回ってる。おたぬきさん、おたぬきさん、
ってんし、言ってくれて。言ってきましたよ。向こうの人と一緒に、かれこれ3時間ぐらいコロコロしてました。うん。さあ、見てもらいましょう。それでは、こちらです。見えないか。どう？すげえ。弾だな、弾。中の人見せてあげて。すげえ。この玉みたいになるの。すげえちっちゃくなってる。これで3時間ぐらいかな。ひたすらガニこすりつけたりしてやってましたよ。うん、頑張った頑張った。俺これさっき見たぞ。待てないし、俺これさっき見たよ。待て待てない。まあ、要するにこれをやっていけばこうなるってことです。あまりにもやることがなくて暇な人はやってみてはどうぞ。いい時間つぶしになりますよ。ではありがとうございました。チャンネル登録してね。バイバイ。一向にピントが合わないね。